昔のメンバーもね、誰にも言わずに来てるからね。はい、どうもこんにちは。ゲリラスカッシュのゆうやです。今本厚木にいます。今日はですね、ゆうちゃん旅番外編ゆうちゃん旅番外編ばっかりだけど、今日一日すっげえ久しぶりに休みなんです。だから昨日の夜、どこが一番近い温泉があるんだろうと思って、七沢温泉っていうのが本厚木からバスで行けて、都内から一番近い温泉なんじゃないかっていう、あの今日温泉旅動画です。いきなりでびっくりだと思うけど、ゆうやがただただ癒されに行くっていう本当の旅番組とかじゃない。旅行、今からまずその宿までどう行くかも俺分かってないから、バス停を今調べるとこから始めてる。とにかく行こうよっていうことでぶっ込んだんで、短い休みを有効に使う旅を僕がおすすめします。そういうことでしょ。僕がおすすめする休日の過ごし方、変わった？趣旨変わった？まあいいや。とりあえずバス停探します。駅からね、3分ぐらい歩いたところのバス停があったんでね、こっから多分行くんだと思うんですね、 Google マップさん的にはね。はい、見てください。七沢温泉入り口ということでね、到着しました。いや、果たしてね、僕が、予約した宿は福本館だったかな、確か名前が。場所もちょっとよく分かってない。こっからまだ15分ぐらいかかるっぽいんですけど、バスのうんちゃんがね、もう今行っちゃったけどね、後ろにこう車が超並んでんのに、あのね、あっちの細い道の方が温泉街だからねとか言ってすぐ教えてくれて、よく分かんなかったらあっちにね消防署があるから、そっちで聞くといいよとか言って、あんないいね、バスの運転手さんに会ったの僕初めて。はい、ということで、いや俺こんなに本当に一人でただのんびりするためだけに旅してるのって初めてかもしれない。いいね、一人旅って。早くもこっから温泉に入れると思うとね、今日は素泊まりで予約したんですよ。直接ね、昨日もう時間もないしあれだしさ、電話してみたのね。そしたら5500円でめちゃくちゃ安くない？いや、なんでね素泊まりなのって言うとね、これダイエット旅だから、旅館のご飯とか出たら絶対太っちゃうじゃん。せっかく旅来てん、これそのダイエット旅だから、あ、ごめん、あ、今回の旅の趣旨言うの忘れてた。いや、ちょ、ごめん、あれか、旅の趣旨変わってってるな、どんどんな。まあええやないか。いや、ひげ剃ってすぐだとさ、なおさらそう見えるっていうのもあるんだけど、本当にちょっと太ってたよね。やだわ。いや、もう本当でも痩せなきゃいけないから。本当に都内からこんな近くにこんないいとこがあったんだな。俺これから疲れた時いつも来ちゃいそうだな。めっちゃ近かったぜ。だって本厚木ってさ、新宿からすぐだよ。ほんとすぐって言って、まあ一本で、それでバス乗ったらもうここまで来ちゃうんだから、すごくない？箱根とかより全然近いしね。カッパファミリーアンサンブル、突然よ突然カッパファミリーのアンサンブル、突然すぎない？ちょっと突然じゃない？このお家の人なのかな。おばあちゃんとワンちゃんがいる。めっちゃかわいい。かわいいね。元気？温泉街ってあっちですか？あ、ありがとうございます。またね。かわいいおばあちゃんとワンちゃんが僕を迎えてくれました。いや、こんなにも心が癒されると思ってなかった。やっぱりちょっと何回もやめようと思ったの。宿とかさ、どこ行こうかとか考えるのもさ、ちょっと疲れるんだよね。だからちょっと億劫になってたんだけど、ちゃちゃっと調べたらここが一番近い、ジャナさんかなんかで見てたんですけどね。ちょっともう直接ね、あの宿の方にすぐ電話してみて、明日行けますかつって、行きますよって言われて、あ、じゃあお願いしますって即決でした。本当に何も分からず来てるから、このままこれでたどり着くんだとしたら、ここ本当いいと思う。しょっちゅう来ちゃうからさ、週末さ、土日は休みなんだよねっつってさ、まあ土曜日だけで、もう俺もだって明日の12時から都内でミーティングがあるんですよ。明日ここ多分9時ぐらいに出て、9時ぐらいのバスに乗って、だから七沢温泉から出勤するから、俺初めてだよ、温泉街からね、ミーティングに行くっていうね。いやー、いいところですね。いや、マジでいいとこだな。いやー、来てよかった。もうほんとすでに俺多分ここまた来るな。途中から Google マップ使わずにずっと撮影しちゃってるからさ、僕が泊まり宿がこっちじゃなかったっていう可能性もゼロじゃないんだけど、まあいいじゃない、自由にやってるわけですから。七沢温泉あと 500m ですね。当たるかな。外れ。この大自然の中で、なんかこのまいいね、缶コーヒー美味しそう。いただきます。
やっぱ360度は体回んないんだな。今そう検証してみたの。360度こう回せるか。何度いった？何度までいた？いたたたたた。え、何？俺はもうみんなちょっとごめんね。クソつまんなかった。ごめんね。その俺今超楽しいから。ごめんね。ごめんごめん。今の検証してみたのもどうかも、ちょっとすげえ面白いんじゃないかと思っちゃってるから、ごめんなさい。本当にすみません。ただ、ゆうや七沢温泉行った時はいつもにまして動画がちょっと本当つまんないんだなと。そういうことになってても俺構わない。七沢温泉に免じて。そこは許してよ。いいじゃんよ。あ、ここじゃないかな。福本館。あれ、もう着いたんじゃん、これ。あ、駐車場だ。福本館。安らぎへのお誘い。いや、誘われちゃったよ、これ。なんか日帰りもあるらしいんですけどね。やっぱ一泊したいですよ。帰りたくないですもん。まあでもこの近さだったら日帰りで来てもいいかもしれないよね。朝起きて、温泉行って入って、帰ってきて寝るっていう。そういうパターンもあると。どこら辺まで行くんだろうね、これね。はい、珍しい看板見つけちゃったよ。見てこれ。すごくないこれ。ピザ入浴セットって俺初めて見たんだけど。めっちゃうまそうだし。あれかな、オーナーさんが直々に釜かなんかで焼いてくれるのかな。ピザ入浴セットってすごいよね。ああったあった、あのこれ、あ違う、こっちじゃない、難しい、あれ難しい、どっち、あれ難しい、これわかる、この角、まあ、青い看板あんじゃん、ここ福本さんなんじゃないですかね。本当に何もないんだな。コンビニは近くに1個あるけど他には何もない。ちょっと歩けば料理屋さんもあるって言ってたけど、戻るのかな、どっちなんだろうな。着きました、着きました。実はね、ランニングシューズとね、ランニングできる服装を持ってきたんでね、今からランニングしようと思って、ランニングしてお風呂入ってる。いいでしょ。はい、着きました、着きました。こちらですよ。多分明日は9時にこのバスが9時4分に出てますよって電話で教えてくれたんだよね。すごいよこれ見て、この少なさ。9時4分、俺これ逃したらもう違うバス停行かないと明日帰れいいとこ来たなマジで。そうそう、言うの忘れてたんだけどね、今から私が泊まるこちらのね、小林武二さん、あの蟹高専とか書いたあの方のゆかりの宿らしくて、離れにね実際に泊まったところがまだ残ってるらしくて、ほらほら、あったあった。僕が泊まるのはこちら着いたでね、ほら見て、小林武です滞在の花。はあ、ここ上がってったとこにあるんですね。上がっていいのか聞いてからにしようね。チェックインしようか、とりあえずね。お部屋楽しみだなマジで。あ、え、見てほら、40分でこれ、なんか山頂行けるって書いてるから、ランニング行っちゃおうよ。本当にここ俺最高の場所なんじゃないの、俺にとって。あ、おかみさんみたい。こんにちは。はい、ここすごいね。私はこちらの道草ってところなんだけど、ここね、開けたらもう部屋なのよ。この感じいいよね、ほんとこの雰囲気が。でね、鍵はどうやってかけるか、最初にフロントでこれを渡されてここにシュッてこう入れて、で鍵をカチッてやるっていうね、この感じ、この感じたまんないっすね。いいでしょう。8畳のお部屋です。でもお布団がこう引いてるね。で、こうやって、なんか冷房なんかももうちょっと入れてくれてました。やっぱりね、旅館って、宿って言ったらね、やっぱりこの、ここのスペース、ここがやっぱり欲しいじゃないですか。いや、いいですね。こういう感じでね、この雰囲気がすごくいいです。で、こうやって、外が、いや緑が見えると、雰囲気がすごい最高。鳥が鳴いてて、今ねもう5時35分なんですけど、7時に男湯とあの女湯がねこうチェンジするらしいんでね、多分露天風呂1個しかなくて7時までしか入れない。スカシのメンバーもね誰にも言わずに来てるからね。いいね、こんなにこう風情があるとこなんだけども、一応ね Wi-Fi があるってことで、最悪なんかあったらちゃんと対応できる。そこもまたいいですよね。いきなり電波なかったら怒られちゃう。ぽやーっとしてんだ。すごい雰囲気ありますね、ここ。どうも、こんにちは。劇団スカッシュのゆうやです。中止中止。